FM タウンズマーティー、FM 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 タウンズマルティは、1993年2月16日に、富士通が発表し、同月20日に発売した FM タウンズ系の、コンシューマー向けマルチメディア機、セディロムプレイヤー。キャッチコピーは、マルティにチャンネルを合わせろ。イメージキャラクターは、ワニの、ミスターティで、 郵便局の簡易保険の CM にも登場していた。富士通がリスト方式 Line ンタ t ー r p e r s o n Scanning t という画像処理技術を利用したビデオ信号チップ、ワンチップのスキャンコンバータを開発したことを受けて企画された。この技術により640-480ドット VGA 相当の画面解像度の画像を一般のテレビで表示することが可能となったとしている。 家庭用テレビへの接続に特化し小型化された FM タウンズである。本体色は白。CPU は 8386SX、クロック周波数 16MHz 相当品で、性能的には初代 FM タウンズ程度である。RGB の代わりに S 端子を備える。マウスの代わりに専用のジョイパッドを使って操作できる。パッドには、 ズームボタンが付いており、対応ソフトでは、ハード的に画面の拡大表示が可能である。キーボードは別売である。トップローディングの CD-ROM と3.5インチに、HD の FDD を、それぞれ一機ずつ搭載している。他に PC カードスロットがあり、本来は IC メモリカード用の G だ4.0仕様ではあるが、専用のモデムカードを使用できた。背面には、 蓋がモールドされた拡張バスがある。当初富士通ではテレビを意識して対応ソフトを番組チャンネルと呼んでいた。FM タウンズ向けの CD r o m ソフトウェアの多くがそのまま利用できるという触れ込みだった。ただしマーティー発表時点で富士通より公表されていた通り、マーティー発売後の FM タウンズタイトルはソフトのパッケージに マーティー対応という注意書きがないと使用できなかった。なおマーティー発売後の FM タウンズタイトルはマーティー専用 IP l が書き込まれたソフトウェアと旧来の FM タウンズ用ソフトの IP l が書き込まれたソフトのみそのまま起動する。マーティー発売以後に発売された FM タウンズ専用 IP l が書き込まれたソフトはマーティー本体のプロテクトにより起動しない。 マーティー発売以前に発売されていたタウンズタイトル約660本のうち約200本がマーティー対応で新作ソフトを含めると発売時点で約250本のソフトがマーティー対応とされていた富士通としては家庭用ゲーム機ビジネスを参考にしたソフトウェアベンダーが生産委託量などの名目でハードベンダーに ソフトの生産数に応じたライセンス料を支払うロイヤルティ徴収方式のジネスモデルを描いていたようである。ゲーム機に対抗できる簡易なゲーム用パソコンというスタンスであり、当初発売から3年で販売台数100万台という目標を立てていた。しかし売り上げは低迷し、1993年12月末時点でマーティの累計出荷台数は4.5万台だった。 主な原因として下記が挙げられる。翌1994年、本体価格を66000円に下げて、色をグレーにした、マーティーモデルにの投入も行われた。しかし性能的には何も変わっておらず、部長に終わった。その後マーティーは中古ショップに積まれたが、それでもあまり売れた気配はなかった。マーティーの突然の発表と失敗は、一時は、 堅調になってきたかと思われた FM タウンズの市場に逆に水を差してしまった。また、当時流行していたマーフィーの法則に引っ掛けて売れる可能性のないものは売れないイコールマーティーの法則とも揶揄された。ただし価格さえ見合えばアダルトゲームには最高の環境という話も聞かれた。1995年 FM タウンズ唯一のラップトップモデルとして 教育市場向けに FM タウン GE モデル SN が発売された際、これこそが本来マーティのあるべき姿であったという記事も見られた。ただし SN は本体価格52万8000円とマーティと比較するとかなり高額な価格設定であった。1993年10月のモーターショーにてカーナビゲーション機能を備えたカーマーティー、カーマルティが発表され、 1994年に富士通店から発売された。富士通として初めてカーナビゲーション市場に参入し、当時としては初めて一方通行を考慮したルート検索が可能。他にも別売の3.5インチ FDD でルート情報や地点登録、走行軌跡などを保存、交換が可能など、現在のカーナビの原点というべき機能がいくつか見受けられた。 もちろん、通常のマーティー向けのソフトウェアも動作する。カーナビのソフトウェアは専用 PC カードに記録され、GPS アンテナは接続できないものの、ルート検索やコース編集等は、FM タウンズシリーズでも使用可能だった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。